水谷畜子水谷畜子10月8日から1935年9月14日は日本の劇作家、演出家、編集者、第二次芸術座の中心人物として活動した。女優の水谷八重子は義妹、長崎県長崎区出身、岡山神城中学、県立大村中学を経て、1901年東京専門学校予科に入学、本家では、 早稲田大学文学部哲学科。同級に、詩人の相馬拒夫がいた。1906年、早稲田大学を卒業し、姫路連隊に一年志願兵として入隊。翌年には、神楽坂の名義と結婚するが、この夫人の妹が、後の水谷八重子である。1908年、兄が、印刷業を始めたのを機に、安倍宗を主観とした、スポーツ雑誌、運動世界を創刊。 この雑誌は一部を張り重ねた信が手伝った他はほとんど畜子一人で作ったものであった。しかし、兄の仕事が不調に終わったため、翌年より編集などは湯立て小学が引き継ぐこととなる。1910年、大和新聞に入社。学芸部で劇表を担当することになる。また、同誌では、熱海という小説の連載もしていた。1913年、 相馬漁夫らの推薦もあって、島村宝月の芸術座に参加。この時から八重子を劇に参加させるようになる。しかし、松井須馬子との確執などもあって、第1回公演に参加後、芸術座からは離れる。なお、芸術座は、その後、島村の休止によって1919 19年に解散した。1 9 1八年、行動館に協力して、雑誌、 柔道創刊翌年には、東京日日新聞社に入社し、編集局長、社会部長を務めた。1924年、演劇界の発展とやえこの育成を目的に、芸術座を再興、中心人物として活動を続けるが、1928年、悪性腫瘍が発生したため、左腕を切断。 芸術座の満州公演で忙しかったことなどもあり、本格的に医者にかかるのが遅れたことが、切断しなければならないほど悪化する原因であった。しかし以後も、精力的に活動を続け、小畜との提携や心配一座との共同公演などを行った。1935年9月14日、遺願のため死去。墓所は、築地本願寺和田堀病所。ありがとうございます。